はいどうも金子貴俊でございます。いつも金子貴俊チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、突然ですが報告とお礼の動画を撮影させていただきたいと思います。まあ先日ですね、イッテ Q オーシャンズ金子のオンエアがありまして、YouTube チャンネルの方にたくさんの方からコメントをいただきました。全部コメントを読ませていただきました。そしてハートと高評価も押させていただきました。いや本当もうあんなにメッセージをいただくのも久々で、もうあんなにもね応援していただけるんだっても感じれて、もうあの日夜本当ちょっと涙しました。感動して、もうだってわざわざねコメントを打ってくれるって、いやちょっと労力あるじゃないですか。勇気も必要ですし、まあ言ってみたら面倒くさいなって方もいると思うんですよ。そこをねオーシャンズ金子見てくださって、ああやってコメントくださったことを本当にありがたく思っております。ありがとうございました。いやまあそしてイッテ Q の方もご覧いただきましてありがとうございます。さあまあ報告ということですけれども、まあ皆さんのコメント読んでると、まあ、登録者数公表してないのかと。そりゃそうですよね。イッテ Q でああやってね500人って書かれてたら気になりますよね。いやもう正直のところをお伝えしますね。まあ4月に YouTube 始めまして、まあ最初自分の楽しみそして家族の楽しみっていうのもあって、まあチャンネル登録っていうのもまあ少しは期待はしてたな、してたんですよ。でまあいざ始めてみると、まあ最初だからそんなに伸びないよなーなんて言いながら、最初のうちはまあ楽しくやってたんですけど、まあ3ヶ月、まあ、400人とかなかなか伸びないなと。正直もうちょっと、行くかなと。まあ1000は行ってくれるかなと、なんかそんなところもあったんで、ちょっと、まあ、驚いたっていうところと、まあ、芸能界入ってね18から20何年やってまして、まあ、テレビもねいろいろ出てきました。その中で今までなぜ、まあ、チャンネル登録者数を公表していなかったかと言いますと、まあやはり、まあ本当500人でも応援していただけるってとってもありがたいことなんで嬉しかったんですけど、それでもなんか500人少ないじゃんって公表したらね言われちゃうとか思われちゃうかなとか、なんかそういうちょっと怖さみたいのも少しありまして、なんか当たり障りなくYouTube、 まあほんと個人的に家族でやってるものなので、まあ細々と楽しめたらいいなということで公表してこなかったんですけれども、まあ、この度ねこれだけコメントもいただきまして、チャンネル登録者数が気になるということなので、チャンネル登録者数発表したいと思います。金子貴俊チャンネル、それではいきます。さあチャンネル登録者数1桁目8、そして18、まあここはねあれですよ。で3桁目がおっと118ってことは2118人だけど、こちら12118人になりました。ありがとうございます。現在の、日時はですね、9月の16日の、今9時47分その時間ではこの人数になりました。ということで金子貴俊チャンネル1万人突破、ありがとうございます。いやめっちゃ嬉しいです。ほんと嬉しい。
もうねこの日どんどん増えていく数字見て寝れませんでした。もう興奮して、いやーもうね500人の時はあこれ1000人超えれないんじゃないかって本当に思ってました。いや1万人目指せ1万人ってね僕書いた時もあったと思うんですよ。いやもう目指せ1万人なんてもう夢のまた夢だなーなんて本当思ってました。それが本当皆さんのおかげで1万人を突破することできた、この喜び2020年一番嬉しい出来事です。あーまあねこれだけ増えたんで本当ますます頑張らなきゃなっていうパワーをいただきましたよ。動画を作る上で本当なんですかね、当たり障りなくなんかほんわかのんびり見て、まあ、たまにクスッと笑えるのか、なんかほんとそういう癒しの動画とか、まあ、たまにはねなんか飛び抜けたこともやってみたいなと思いますけど、チャンスがあればなんかそういう、まあ、無理なくこのものとなんか皆さんと楽しんでいけたらなと思いますので、ぜひですね、まあ、金子貴俊チャンネルをこうみんなでこう作っていこうみたいな、みんな金子ファミリーだぜみたいな感じでね盛り上げていけたらなと思います。はい、ということで本当にこの度はありがとうございました。まあ、ぜひですね、私アメーバブログ、そしてインスタグラム、そして最近はですね LINE 公式も始めたので、ぜひ登録の方もお願いします。そしてまだチャンネル登録がまだという方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。これからもよろしくね。金子貴俊チャンネル。